こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはブルゴーニュの特級ワイン人気知名度ランキングです。 Google トレンドのグローバル検索ボリュームでランキングをつけてみました。これですね、最初にこれ言い訳 100% になっちゃうんですけれども、僕の考えるランキングではありません。Google での世界の検索ボリュームの結果ですので、僕がつけたランキングではありませんから、これはあらかじめご了承ください。個人的なランキングを聞きたいという方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、それに関しましてはですね、できる限りこのチャンネルではですね、合理的に、客観的にお伝えすることを大事にしていますから、また別の機会にご紹介させていただきたいと思います。今回ですね、一部怒らないでいただきたいんですけれども、ベスト10も発表いたしますけれども、最下位まで全部発表させていただきたいと思います。最初にこれは、釈迦に説法になってしまいますけれども、ブルゴーニュワインの格付けは、特級ワイン、一級ワイン、ムラメークラスに分かれています。そして、この特級ワインが一番格付けが上になっているんですけれども、この特級ワインはブルゴーニュワイン全体の 1.5% になっています。それだけですね、質が高いにもかかわらず量が少ないですから、価格も高いですし、希少価値も高いものが多いです。だから、どれも超がつく高級ワインばかりですから、その中でのランキングとお考えください。ですがですね、いくら超高級ワインだらけと言ったとしてもですね、数字って残酷で、どうしてもランキングってついてしまうものなんですね。で、最初にですね、このランキングをつけるにあたって、注意事項がございますので、簡単にご説明させていただきます。まず最初なんですけれども、これ当たり前なんですけれども、検索をするにあたって、検索する名前ですね、検索キーワードが短い方がどうしても有利になります。そりゃそうですよね。打ち込む文字数が少なければ少ないほど検索されやすいということになりますし、検索ユーザーからは覚えられやすいということになりますので、これは有利ですよ。逆に、例えば、シャンベルタなんとかなんとかですとか、ハイフンがついたりですとか、文字数が多い名前の場合に関しましては不利になるということになります。また、これは当たり前ではありますけれども、生産量が多くて多くのユーザーが手に取るようなワインというのは、例えばこの特級ワインを手に取った場合に、このワインってどんなワインなんだろうということで、こう検索したくなって調べたくなるじゃないですか。ですから、生産量が多いワインに関しましてはこれも有利ということになります。また例えば検索キーワードによりましては、 A というキーワードがワインの名前で調べられる可能性もありますけれども、同時に例えば企業の名前だったりですとか、人の名前で調べられることもあることもあります。例えばなんですけれども、今回コルトンというワインがネタバレになっちゃいますけれども、上位にランキングインしてるんですけれども、このコルトンというワインは非常に生産量が多くて、かつ美味しいですし、価格も高いですし、有名なワインではありますけれども、同時にですね、コルトンという名前の企業だったりですとか、それからブランド名なんかもまあありますから、こうなってくると一緒のラインで検討することはできないということになってしまいます。またですね、今回、唯一ですね、ラ・グランドリューだけ除外しています。このラ・グランドリューというのはフランス語で大きい道という意味ですから、大きい道なんてこれ普通に検索することもあるじゃないですか。ですからこのラ・グランドリューに関しましては除外をしてランキングをつけています。このようにですね、例えばランキングをつけてしまいますと、自分の持っているワインが予想外に下のランキングだとすると、あるいは応援しているワインだったり なんかもあると思うんですけれども、こうなってくるとなんとなくこのランキングそのものがなんか面白く思わなかったりとかってこともあると思うんですよね。でもですね、僕なりに検索ボリュームを、調査をして検証してランキング付けをしてありますから、ここに関しましてはあらかじめご了承いただければと思います。はじめましての皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界をできる限り分かりやすく解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお待ちしております。また、1日1問、ソムリエ、ワインエキスパート試験の練習問題が届くメールマガジンもあります。これ完全に無料になっています。下の概要欄にリンクを貼っておりますので、気になった方は覗いてみてください。それでは今回のテーマは、ブルゴーニュ特級ワイン、知名度、人気度ランキングです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それではですね、早速、20位から11位を見てみましょう。これ緊張しますね。まず、11位ですね。11位がクロドラロッシュ、12位が、クロドタール、13位がバタールモンラシェ、14位がシャルムシャンベルタン、15位がラ・ロマネ、16位がボンヌマール、17位がクロサンドゥニ、18位がクロデランブレ、19位がグランエシェゾー、20位がシャンベルタンクロドベースとなっています。まずおそらく視聴者様が気になるのが、あまり聞き慣れないようなクロドラロッシュが11位に入っていることかと思います。これはですね、モレサンドニ村にある、高級赤ワインではあるんですけれども、ブドウ栽培面積が40ヘクタールあるんですね。クロドラロッシュは、ロッシュってあの岩の意味なんですけれども、昔ですね、処刑台に使われていた岩があったとされている場所にある畑なんですね。
ここで注目なんですけれども、モレ・サンドニ村のワインが11位から20位までに5個すべてランクインしていることが挙げられます。モレ・サンドニ村ってですね、ジュブレ・シャンベルタン村とシャンボル・ミジニ村という超人気のあるワインに挟まれていて、相対的に地味で不利だとされているんですね。ワインの品質そのものは非常に高いんだけれども地味で隠れている、これがですねモレ・サンドニ村の特徴になっています。この特徴がこのランキングにも表れているといったところではないでしょうか。またジュブレ・シャンベルタン村のワインからはシャンベルタン・クロド・ベーズとシャルム・シャンベルタンがランクインしています。これですねワインの知名度だったり価格からいくとシャンベルタン・クロド・ベーズの方が明らかに上なんですけれども、これはですねシャルム・シャンベルタンの方が栽培面積が30ヘクタールと多いんですね。こうなってくるとシャルム・シャンベルタンを手に取ったユーザーはこれどんなワインなんだろうということで検索をすることになりますから、おそらくこれで検索数が伸びているものだと思われます。それにしてもですねシャンベルタン・クロド・ベーズは配分が2つあるにもかかわらずこの位置にあるというのがその存在感の大きさを表していると思います。では6位から10位を見てみましょう。まず6位ですがミュジニ、7位がエシェゾー、8位がリシュビュール、9位がコルトン・シャルルマーニュ、10位がクロド・ブージョとなっています。なおこの中でいきますと6位と7位にはかなりの差がありまして、6位のミュジニが圧倒的な検索ボリュームがありました。ミュジニーは日本のワインファンには人気はいまいちかもしれないんですけれども、英語圏の例えばイギリスだったりアメリカのワインファンには圧倒的な人気があります。これおそらくなんですけれども、単純な人気という面でいきますとロマネコンティとミュジニーは張ってるかと思いますから、これは覚えておいて損のないワインかと思います。この段階でなんとなく1位から5位って思い浮かびませんか？ワインブックスチャンネルの視聴者さんってブルゴーニュワインのファンが多いと思うんですね。でこの段階でもうすでに1位から5位が あのワインだなということが思い浮かぶ方は多いと思います。また9位には、このランクの中では唯一白ワインのコルトン・シャルルマーニュがランクインしています。正直コルトン・シャルルマーニュに関しましては生産者による差が激しいと言われていますけれども、個人的にはもっと評価をされてもいいワインではないかと思っています。コルトン・シャルルマーニュは非常に評価も高いですし生産量も多いんですけれども、コルトンとシャルルマーニュの間にハイフンが入りますから、検索ユーザーとしましては検索をしづらい素地があるのかと思います。またクロド・ブージョに関しましては、これはですね歴史的に見るとブルゴーニュを代表するようなワインであった時期が非常に長かったんですけれども、最近ですね生産者による、ワインの品質のばらつきが大きいということが知られましたから、これによって評判を落とした嫌いがあるかもしれません。以前のスターワインではありましたけれども、この位置に関しましては仕方のないランクインかと思います。ではですね、ここからが21時から最下位までをご紹介します。これですね、あくまでもですね、Google での検索ボリュームになりますから、僕のランキングじゃありませんから、あらかじめご了承ください。では、まず21位がシャベル・シャンベルタン、22位がマジ・シャンベルタン、23位がロマネ・サンビバン、24位がラトリシエル・シャンベルタン、25位がグリオット・シャンベルタン、26位がリュショット・シャンベルタン、27位がシュバリエ・モン・ラッシェ、28位がマゾワイエル・シャンベルタン、29位がビアンブニュ・バタール・モン・ラッシェ、そして30位がクリオ・バタール・モン・ラッシェでした。これらのワインすべて本当の高級ワインで、引く手あまたのワインなんですけれども、まずハイフンがいくつか入りますから非常に長い名前になっていますよね。またこのランキングの下位の方にはジュブレ・シャンベルタン村の特級ワインが6個ランクインしています。これですねすべて超高級ワインではありますけれども、シャンベルタンの名前があまりにも有名ですから相対的に地味に映っているのかもしれません。またですねこのジュブレ・シャンベルタン村の特級ワインの中でマズワイデル・シャンベルタンが最下位になっていますけれども、これはほとんど生産されていませんから、ある程度この辺りが反映をされた検索ボリュームと言えなくもありません。また、これは不本意ではありますけれども、検索ボリュームとしましては最下位になりましたのが、ビアンブニュ・バタール・モン・ラッシェとクリオ・バタール・モン・ラッシェでした。これですねモン・ラッシェの名前があまりにも有名だからその陰に隠れているというところはあると思います。また、クリオ・バタール・モン・ラッシェも、ビアンブニュ・バタール・モン・ラッシェもハイフンが2つずつつきますから、これは不利ですよ。そんなこちょこちょ細かく検索できないですよね。もちろんですねこれらのランキングの下のワインも、超高級ワインで品質が非常に高いワインですから、決してワインの質が劣るわけではありません。これに関しましては釈迦に説法ではありますけれども、改めて復言をさせてください。それでは第5位です。第5位からは一つずつご紹介させていただきます。第5位はラターシュでした。検索ボリュームは30です。
この検索ボリュームは1位が100になっていますから、1位の場合が100回検索されている間に、このラターシュは30回検索をされているということになります。この5位のラターシュは超高級ワインなんですけれども、まあ5位というのは納得のランクインではないでしょうか。本当のですね、超高級ワインではあるんですけれども、年間の生産量は2万本と、このクラスのワインとしましては多めになっています。ただですね、このラターシュに関しましては、また別の動画でもしっかりと解説をしたいと思いますけれども、ここ最近のワインの価格の高騰をもろに受けているワインでもあります。グラフを見てみるとお分かりの通り、過去5年でですね、約倍に価格が上がっています。このようにグラフの左端は3000ドルぐらいだったんですけれども、現在はですね、その倍の6000ドルを超えるところまで来ていますので、さらにですね、ここ1年間に関しましては、その上昇率を加速させているワインでもあります。この高級ワインの価格の高騰化に関しましては、世界のインフレの波もあると思いますし、あるいはコロナの影響もあるかもしれませんが、これに関しましてはまた別の動画でしっかりと解説をしたいと思います。それでは第4位になりますが、第4位はコルトンです。検索ボリュームは32でした。コルトンそのものは、検索ボリュームは実はもっと上だったんですね。ですが、これよくよく検討してみますと、コルトンって名前が短いですから、他の例えば建物の名前だったりですとか企業の名前だったりですとかあるいは人の名前にも使われることがありましたからこの検索ボリュームをそのまま反映させるわけにはいかないということになります。ただしですね、コルトンに関しましてはコートドニューイコートドボーヌ通して最大の栽培面積を誇る特級ワインになります。ですからこれは当たり前ではありますけれどもこれを手に取ったユーザーがコルトンってどういうワインなんだろうということで調べる方もある程度いらっしゃいますから他の検索キーワードで使われているということを差し引いたとしてもこの辺りにランクインされるものと思われます。それではトップ3になります。第3位はロマネコンティでした。検索ボリュームは36です。ロマネコンティはご存知ですよね。世界で最も高価なワインです。これですね、5年前ですでに14000ドル、そして現在はですね22000ドル、22000ドルですよ。当たり前ですけど22000円じゃないですからね。このようにですね、3位で検索ボリュームが36で1位が100ですから、ということはじゃあ1位と2位はどれくらいなんだよってことが気になりますよね。これですね、ネタバレをしてしまいますと1位と2位はハイフンがつかないボンボンっていう名前なんですね。だからあれとあれかって感じになると思うんですけれども、その中においてロマネコンティは間にハイフンがついていてちょっと長い名前じゃないですか。だからですね、1位と2位に比べるとこれは不利な素地がありますから、その意味では1位と2位に比べると不利な中頑張っているぞということが言えなくもありません。また1位と2位に関しましてはここから検索ボリュームを一気に上げてきます。ただしそれに関しましてもおそらく納得のいく内容かと思われます。それでは2位になりますが、2位はシャンベルタンでした。検索ボリュームは86です。このシャンベルタンに関しましてはハイフンがつかないシャンベルタンということで覚えやすいですし、またですね、品質もシャンベルタンクロードベースとシャンベルタンで、この2つがジュベレシャンベルタン村の特級ワインの中では頭2つ抜けているとされています。ただですね、このシャンベルタンとシャンベルタンクロードベースの検索数を検討してみると、なんとですね、シャンベルタンが60に対してシャンベルタンクロードベースは1なんですね。で、価格に関して言えばこのシャンベルタンクロードベースもシャンベルタンもほぼ同じですから、ということは検索ボリュームを検討すると名前が短い方がいかに有利なのかということが現れていると思います。では1位ですね。もう1位はあのワインですよ。モンラッシェです。検索ボリュームは100です。モンラッシェはご存知ですよね。世界で最も高価な白ワインです。これ意外ではありますけれども、1位から10位の中で白ワインは2つしかランクインしていないんですけれども、モンラッシェはですね、2位のシャンベルタンにかなりの水をあけての1位となっています。最近なんですけれども、ワインブックスの売り上げでもですね、ブルゴーニュワインは赤ワインよりも白ワインの方が案外売れてるんですよね。実はワインファンの歴史を検討してみると、10年くらい前はおそらくワインファンの中でも赤ワインが圧倒的に人気で、白ワインは脇役的な存在に扱われていた頃もあったんですよ。でも、ブルゴーニュの高級白ワインって美味しいですよね。それが徐々にですね、見直されてきているのかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。今回はブルゴーニュの特級ワイン、人気知名度ランキングでした。今回ですね、これしつこくなって申し訳ないんですけども、世界のですね、Google での検索ボリュームのランキングになりますから、世界の人の最大公約数の数字だと捉えてください。想像してみると、例えば、最大公約数の検索ボリュームということになりますから、飲む前にですね、どんなワインなんだろうということで調べる人もいるかもしれないし、単純に、聞いたことがあるから、高価そうだからということで調べる人もいるだろうし、もちろんですね、勉強する対象として学習してるから調べるという方もいらっしゃると思います。またですね、最大公約数の意見と、コアなワインファンの意見は、これは当然変わってきますから、単純にですね、品質に興味があるコアなワインファンのランキングとは違いますから、これは全く別の結果と言えなくもありません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。